皆さんこんにちは。トラフダケ専門店竹トラです。網代模様柄風呂敷をご紹介します。木版画家の倉富俊幸先生の作品をデザインに竹トラロゴマークをあしらった竹トラオリジナル風呂敷です。竹トラ4代目が倉富先生の工房を訪ねたそうなんですけども、倉富先生も竹編みをするそうで、工房には竹への愛情が感じられる作品がたくさんあったそうです。竹弁当箱といいましたら網代編みだそうです。厚さもすごく薄い竹ひごをこのようにきれいに編みますと、こちらのように美しい竹製弁当箱が出来上がってまいります。なぜこの網代編みかといいますと、しなりがありますし緻密に編み上げられているので丈夫だからです。出来上がった時はシンプルながらも色鮮やかな風呂敷だなって思いました。じゃん、小サイズ、大サイズがあります。こちらの大サイズの風呂敷70センチはトラタケランチボックス特大と竹二段重箱にお使いいただけます。大サイズの風呂敷で包むとこのようになります。こちらの小サイズ53センチは主に小さな弁当箱にお使いいただいております。小サイズの場合はこのようになります。それぞれのサイズの包み方を実演しているのでぜひご覧ください。弁当の準備ができたら、さあ、いってらっしゃい。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。